皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋拓子です。本日のテーマは不安です苦手です成人に贈る言葉うまくいく人といかない人の違いということについてお話をしていきたいと思います。おそらくタイトルからでですねもうすでにあの聞くのやばいよ予感であの猫の耳がこんな風になってるみたいな <laughs> 耳になってるようなタイプの方もいらっしゃるかもしれませんが。 今日はそんなお話をしてみたいいと思います <laughs> まず、ですねこの話をしようと思った背景があるんですよ、それがえっ、ー、と最近なんですけどもまあ、新年度を迎えるにあたって私のクライアントさんというのは、まあ、あの月額会員の方っていうのは連続で継続的にあのセッションさせていただいているんですけれどもあの新規の方と当然、出会う機会が多いわけですね。あのチャンンペーンとか、まあ、いろんな あのうん、モニターとかですねそういうの募集をかけていて毎年年末から年始にかけて割といろんなあの今まで出会ってないタイプの方と出会うことが多い機会が多いのがこの年末年始なんですよ。 でその中で、まあ、不安です苦手です成人っていうのがおりまして成人っていうのは星の人と書くんですけれどもあの、まあ、い,ろんないろんな成人いるんですよだってでも成人とかくれくれ成人とか、まあ、いろいろいるんですけど、まあ、その中の1個に不安です苦手です成人っていうのが、まあ、私の中にいるんですよ。<laughs> であのこの方たちにに一一人一人に、まあ、アドバイスっていうか あのどうなんでしょう？っていう話を聞かれるたんびに答えているんですけれども、結局話すこと一緒なので、まあ、まとめてしまった方がいいよね。って思って撮ってるのがこの動画になります。はい、あの私自身のもちろん、生き様もそうだし、私がアドバイスをしてまあ、やってきている人たちのまあ、うまくいく人と行かない人の違い。 まあ思考によるところは大きいんですけれどもその考え方をですねお伝えしようかなというふうに思ったりとかしています。はいであのそちらの内容でお話をしていきたいと思います。はい、で本題に入るんですが、うん、とこのですね「不安です苦手です」っていうのがどういうような時に言われるかっていうと最近の傾向で多いのが「え安、ー、と パソコンスキルが足りないとか SNS 苦手ですとかっていうご相談の中でまああの要は講座のレベルが私いろんな講座をやってるんですけれどもついていけないんじゃないかっていうことでまあ不安を抱えてらっしゃるっていうことなんですけれども当然そのまあいろいろな立場の方によってアドバイス違うと思うんですよ。 例えば、あのー、そんなの全然平気だよ、一緒に頑張っていこうみたいな、まあ、コーチングタイプの方とか、まあ、あとはそうです、ねあのー、コーチングタイプの方とか、まあ、カウンセリンング、カウンセラーとかそのシリーズの方とかは多分、そんな感じになっていくのかもしれません。であの私も以前そんなことで やってたことあったんですけど、過去形にしちゃった。やってたことあったんですけれども、結局その人が自分で自覚をして立ち上がらない限り、うーん、うまくいかないんだなっていうのが分かったんですよ。うん。もちろんそこを頼っちゃいけないっていう意味じゃないんですよ。あの分かったのが、要はえー、っと例えばコンサルタントって何をする仕事なのかっていうと。 うんまあ、魚釣りに、ね、よく例えられるんですけれどもコンサルタントって自分が一生懸命釣った魚をドンって言って目の前でお腹が空いてるっていう人に魚渡しちゃいいけないんですよその人に釣りざを与えてここの釣り場に行って釣ると魚が釣れるよっていうことを教えるのがコンサルタントなんだっていう、まあ、そういう話をね聞いたことがありまして結局その人の自分の力立ち上がれる力 動いていける力っていうのを身につけさせるっていうところが私の仕事であってそれをやるとその人はどうなれるかっていうとコツがわかるじゃないですかどういう釣り竿なら魚が釣れるのかとかどういうところに行けば魚が釣れるのかって分かれば私がいなくっても魚を釣り続けることができる。 あの可能性高いいじゃないですかそうするとお腹が満たされたりとかするっていうね、まあ、そういう例えなんですけど結局魚を与えてしまうとお腹が減った時にまた私に「お腹減りました」っていう風に言うことになっちゃうじゃないですか。っていうと結局その人自身は何ら変わっていない成長していないっていうことになってしまうので私の基本方針は、まあ、その人が自力で立ち上がる力を 応援するサポートはするんだけれども魚は渡してあげないよっていうそういう方針なんですよでつまり不安です苦手ですっていう方に関してはあのー、そ,うそうだよねっていう一定の理解は示すことはできるんだけれどもあのやると決めるのかやらないと決めるのかも本人が決めたらいいっていうのが私のスタンスなんですよね冷たく聞こえるかもしれませんけど。 で実際のじゃあ事例に対して、まあ、ちょっとねじゃあ解説をしていくんですけれどもうまくいくか不安ですとかね、うん、あとはその何かを新しいことを始めようとするときにそれが自分の能力でできるかどうかが不安ですとかっていうタイプの方まあ多いと思うんですよ普通にね普通に多いと思います。で これはじゃあどう考えたらいいのかっていうことなんですけど不安があるということは未来の自分の姿に対してと今の自分のギャップが大きいということになりますよね。だからできるかどうか不安になるということなんですけれどもこの出だしの例えばすごい位置とすごい高い目標とかがあったら当然そのギャップの うん距離によってあと元々のその場所自分がいる場所とスキルによってはこの目標にしたところが近いか遠いかっていうのは当然人によって違いますよねでどこまで努力をすれば私はできるようになるでしょうかっていうご質問とかをされることもあるんですけどあのそんなのやってみないとわかんないっていうのが答えなんですよであのこれは本当に冗談抜きでその人の内に占めてる秘めてる ポテンシャルまで私測れないんでですよだってできないかもしれないと思ってるように見えてる人がですよあのこれはやらなくてはいけない子どもたちのためだとか自分のかわいい生徒さんのためだってすっごい一念放棄したらできないできない言ってたことが突然できちゃったりすることとかあるんですよ。 だから私はその未来の可能性まで否定することはできないのでどれぐらいやったらいいかは分からないっていうのがあの一応、正しい私的には正しい答えなんですよただし、あのなんとなく基準は分かりますよ今までの人たちの平均的な日数のかかり方と平均的な時間のかかり方がなんとなくは分かります。 だけどその人たち以上にやればもっと早くできちゃったりするかもしれないしその人たち以上にやらなかったらもっと時間かかるかもしれないからやっぱり分かんないっていうのが答えなんですよね。で、あのー、その不安に対してあの私がねじゃあ例えば「いやあなたなら絶対にできます」って言えばできるんですかっていう話なんですよ。ど,どうですすか信じますそれ 私がいくら言っても自分のことを信じられない人って信じないんですよ、結果。うん、例えば、高額講座とか作るときそうなんですけど私が世間の相場でこれぐらいでいけるよってその人の実力も分かって言ってあげてもいや、そんな金額いただくなんて私には無理ですっていう人はやっぱりその金額をつ,くつけないんですよね。まあ、これはお金の方の方ブロックになるんですけど でそれが売れちゃった後に、あやっぱり私が言った金額でも多分申し込み入ったと思うんで、そうすれば良かったですって言うんだけど、いやいやいや、私を信じなかったし、自分も信じなかったよねっていうのが答えだから、まあ、しばらくはその安い値段で頑張ってくださいっていうのがまあ、答えなわけですよ。だから結局その不安ですっていうことは、私にいくらできるよって言われても、人の言葉でしか動けない人は自分の中から、 湧き上がる気持ちで動くっていうことができないタイプになっちゃうから依存する人なんですよ、やっぱり。まあ、これはくれくれ成人もだって成人も大体一緒なんですけれどもね。結局、私の言葉が常にないと動けないっていうタイプの人は私、作りたくないんですよ。で、それは出だしの頃はお付き合いします、1年とか2年ぐらいはね。だけど、あの自力で動いていく力を身につけない限りは、起業とか、 あの仕事を自分でやっていくっていうのは本気の場合はですよ、まあ、結構難しくってですね、うん、そのマインドも含めて鍛えてるから私こんな発言になりますはいなのでわあ厳しいとかって思うかもしれないですけれどもいや世の中そんなに甘くないってっていう感じです会社に守られて誰かが 雇用しててくれてその人が仕事を作ってくれて与えられたことだけやってればいいっていうのは、まあ、おそらく今後 AI に置き換えられていく仕事になるので頭を使ってなんぼっていうのが今後時代を生き残っていく、まあ、強さであったりとかあの、まあ、たくましさだったりそれが人間ができること想像力を働かせられないものに関しては人間じゃないものがやればいいっていうふうに世の中が進化していくので。唯一生きき残りがができるのが想像力を 働かせて機械の範疇では応用がまだ効かない領域だけはまだ人間として仕事がある感じかなっていうイメージなんですよねだから他の人にすり替えることができちゃうタイプの仕事はあの他のものができちゃうということなんですよつまりギャップを知った上でその目標値にたどり着けていない今の状態を作っているのは過去の自分なんだっていうことを まあ、理解した方がいいです。どういう環境であったにしてもですね、あの、例えばそのコンピューターに触れる機会がなかったっていう。例えば環境のせいにする方いらっしゃるんですけど、本当にそれは環境のせいですかっていう話なんですよ。例えば、コンピューターに触れる機会がないんだったら、いや、あのパソコンスクールに習いに行ってみるとか。 ね、そういういパソコンに詳しい人とかに、あのー、なんかお酒でもおごって教えてもらうとか、ね、そんな人知り合いがいないとかって言うんだったらもうやっぱスクールとかね行くしかないじゃない、ね、そういうのも別にやってこなかったとかねそういう昔そうやってこなかったから今の自分ができないですっていう自分が。 出来上がっているんですよねでお金がなかったからっていうことをすぐにその時に引き合い出す方いらっしゃるんですけれどもいやお金がなくたって今あのネットとかね本気で調べれば死ぬほど有料級の内容とか口座とかをただでダだ流しで流してくれてる親切な人なんて5万といるんですよ。それやったかっていう話ですよねやってないですよね多分。だからやらやない人って どういうい環境に置かれてもやらないんですよそしててやってこなかっただから今の自分がいるんでですすよでここかかららがが問題です考え方的にやらなかった自分が今の自分を作ってるんだっていう自分をまず認めることが第一でやりたいやろうとしている自分とのギャップが大きすぎる他の人はもっと楽にできるところにスキルがあるのに自分やってこなかったからできなかったら人よりやっぱり努力しなきゃいけなくなっちゃうんですよ。 もうこれは因果の法則で原因と結果が明らかでやってきた人は次の積み上げも楽にできるやってこなかった人はその差が広がっちゃってるところから頑張ってやらないといけないんだから努力の,あの内容がまあ必要になっちゃうんですよ。で不安とか言ってる場合ではなくってあのやりたいんだったらやるしかないっていう。 どこに向かかってしか答えがないんですよねできるかどうかなんてやってみなければ分かんないからなんですよ。途中でもしかしたら果てるかもしれないですよ倒れてるとかね。でも少し上がってればその目標値じゃないところに設定をすればすぐにかなっちゃうかもしれないじゃないですか。目標を設定してるのも勝手に自分が設定してるんですよね。うん、だからその違う目標を設定すればいいだけの話。 になります目標に行くようにめっちゃ努力するのか自分ができるところまでやれるように目標を低くするのかどっちを選ぶのも自自分分なんでですすすよね、うん、だから自分次第べては <laughs> そしてもう一つ言えば「不安です」だから「不安です」を「いやいややるんだ」と決めて立ち上がって動けばそっちの方向に人生変わるし「不安ですどうしよう」 やれない、難しい、で、その場にとどまることを選択すれば、とどまる自分で終わるだけなので。あの、どっちを選ぶのも、自分、自由でいいんですよ。で、特に私の場合には、教室業をやりたいっていう先生のね。まあ、やりたいなしは、もっと授業として拡大したいっていう方からの、まあ、ご相談が多いわけですよ。で、その領域においては、もう少し頑張りたいっていうふうに思った。その。 あの気持ちちはもちろん応援しますだけれども現実皆さんそれぞれ生きてきた環境と努力してきた内容が違うともともと持ってるスキルが当たり前ですけど違うんですよね。で、ね、そうするとそのスキルが違うっていうことは当然その努力の度合いが人によって違くって生まれたての赤ん坊だったらスタートラインみんなね一緒でこれからやっていくっていうところだから。 一緒なんで違うと思うんですけれどもそうでない限りにおいてはあの結局努力の幅は人によって全然変わっちゃうわけですよ。それはねもう認めるしかないんですよ。で頑張るしかないから不安を感じている暇もないっていう感じやると決めたらですよやらないってい選択肢も一方であるってことを言っておきますからね私は何が何でもやれっていうことは基本言いません。 あのその方の気持ちが入って動こうって思わない限りは何の成果も出ないのを知っているからですね、はい、その人自身がどうしたいかっていうだけなのでそういう話がまずあの不安です,ですで苦手ですっていうのもほぼ似ていて苦手っていうことはみんなはできるでも自分はできないということはできない人は簡単にできてしまう人の倍の努力がいっちゃったりするんですよ、その領域においてはですよ。 違うところの料金においては、自分が得意がなっていて、他の人が苦手だったりしたら、実は得している可能性があるんですよ。あのだいたいそういうふうに世の中ってできてます。まあ、すべてが完璧でオールマイティっていう人も、まあ稀にはいるかもしれないですけど、だいたいこれはできるけど、これはできないとかっていうのが多いですよ。で、それを。 あの苦手を得意に変えるっていうやり方ももちろんあるし苦手は振り切ってやらなくって得意だけで頑張るっていうことを選択してもいいんですよ。ただ、例えばあの苦手ですっていうことでよく多いのが SNS 若い人のように、ね、できないから苦手ですっていう割と高齢者年配名の方とかが多いんですけれどもそれは若い人はもう生まれている状態の中で 自然とコンピューターとかゲームとか遊んでたりとか学校もタブレットとか導入したりとかっていうことでコンピューターにもともと慣れ親しみ環境ができちゃってるから得意なのはある意味当然なんですよじゃあ,あの若いねこの今の現代に生まれればよかったっていうふうに言ったって自分その年齢に戻れないんですよね自分が過ごしてきてる年代で自分なり気に恩恵を得てる場合もあるんですよ 年齢上の人ってバブル期だったりするとお給料がめちゃめちゃ良かった時代ってあったはずなんですよね今の若い人の倍以上もらってる同じような仕事をしててもそんな時代とかがあったりしていたんですよねもうするとじゃあそのお金をどう使ったんですかとかっていう過去に振り返ったらそんな話だって出てきちゃうんですよ今の若者たちができないねあのいい時代背景で何でもやっても 時代が伸びていく高度成長期みたいな時代を体験してる方とかもねいらっしゃるわけで,でそ,そういう,こうどの時代にもよしあるし悪しがあってそれをまあ考えてみてもしょうがないっていうことなんですよねだから苦手にしてきちゃったのは自分自身の過去の自分の思考が今の自分を作ってるっていうまあ原点に立ち返ると今後どう変わりたいのかで苦手を克服するのかしないのかを決めるだけ。 だから当たり前なんですけどスタート地点が違うから人の倍倍とか5倍かかる可能性がありますじゃあ私こんなにねなんか偉そうなことを言ってて高橋さんは何でもできたからそんなことないんでしょうっていうふうに言う方いらっしゃるんですけど何でもできるようになったのは何でもやったからなんですよ <laughs>。 わからないとかっていうことでいやこれ乗り越えないとその先ないよねっていうことはコンピューターの操作であろうが何でも片っ端からやってみた結果がこんな風になるっていうことですその時に目の前に現れていやそれ克服しないとちょっと仕事になんないよねっていうことはあのー、やるしかなかったからやる方法しか考えよう。 やる方法だけを考えるのに必死だったっていうのが仕事上で私のパソコンスキルがずーっと上がってきた理由の1個です。誰かに教えてもらえるっていうほど逆にバブル期とかだと暇じゃないので先輩たちは自分たちの仕事が忙しくてそうするとマニュアルボンボンって一冊渡されて自分で調べながらコンピューター操作したりとか。 当たたり前のようにやってましたからねそうでないとサバイバルの中で生きていけないので <laughs> やるしかないからその中で苦手ですとか言ってる場合じゃないっていう感じだったんで、まあ、やったっていう経緯があるしあとゼロからの部分でいうとあのよくね年齢も私例えばもう55なんですけどとか60なんですけどとか65なんですけどとか、まあ、年齢をあの言い訳っていうか。 そのの年齢かからでもででももきるものなんですかっていう質問もよくされるんですけれどもこれも一緒でそんなのやってみないとわかんないっていうことなんですよ年齢って関係なくってやったかやってきてないかも関係なくって本人がやるかやらないかだけの問題だと思っているので私は年齢が上でも自分がやりたいと思えば時間をかけてでも必ずやるので70歳からだって新しい習い事をやる可能性があります。 まあ、今のところ一番年齢目が上のところでいうと49歳に始めたサックスですねはいあの音楽経験ゼロ何にもやったことがない楽譜読めませんっていう状態みんなさんいなんかやってるんですよね楽器それまでの年齢でそれでもまあライブをあの出版記念パーティーで吹きたいやりたいってただその一心なだけですよ <laughs> で音楽教室に ね、行くってて決めて音楽教室で3ヶ月後にこうやりたいんですって言ったら大体みんなぎょっとする顔をされますね先生に。まあ今思うとそうだったんだろうっていうのは分かるんですけどだから基礎練習大事なのは分かってますけれどもあの曲先に練習したいんでそれを教えてくださいって言ってまあやったっていう経緯があります。楽譜も読めないからててカタカタナでやって 指とカタカタナを合わわせてリズムははかからないからあの知らなないい知曲はだから吹けないんですよ j p o p とかで知ってる曲じゃないと吹けないので,でそれで何千回も聴いて覚えてそれでやったっていうことがあるのでやるっていうことにフォーカスをする限りにおいては手段はまずはやるっていうのが目標だったらあの自分がどういう環境であれ できるることをやるしかなないのが答えなんですよ、ねでまあ3年半以上やってあの来年から4年目に入るんですけれどもそう,そ,うそういう形になった時にじゃあどういうことが今度起こるのかっていうと、まあ、あの人生もそうだし、まあ、そういう趣味のものも本気で突き詰めていくとそうなんですけど次の課題次の課題って必ず出てくるんですよ。いやうまくななりたいとと思うからなんでしょうきっと多分 そうするとあ足りないなこの状態だと足りないなって思って練習時間を増やすとかしたりとか先生が言ってることよくわかんないな何回やってもできないなって言ったら何度でも、えー、それをやってみた動画を先生に渡してアドバイスをもらうそんなのの繰り返しの3ヶ月っていう時とかもありましたしね。それぐらい まあ何かかををやるるっってていいいううう諦めななな限りはどうにかなるっていう感じなんですよねだからよく3年とかねそれぐらいで全国回るようなツアーできるようになったなっていうことをあのなりますよねっていうのを元吹奏楽部でやってた人とかからよく言われるんですけど社会人会社員というか、まあ、仕事人の割にはまあまあ時間頑張って作ってやってますよ。 人目とか気にしてらんないから時間がないので私の裏、幸いなことに私の家の裏には川がありますからそこで30分だけでもいいから練習とかもよくやっていたしカラオケ屋に行けるような時とかだと往復ねの時間と準備の時間とかやるとやっぱり1時間くらい取られちゃうからそれでかつ1時間半とか2時間練習したいなと思うとまとまった3時間ってどこかで取らなきゃいけなかったりしてそれを仕事の中と調整しながらどうやって時間を取るのか。 ということをやって今の状態を作っていってるのでゼロからでも何歳からでも本人のやる気と、まあ、それに向かう頑張っていこうという気持ちがある分においては、まあ、何でもできるということです。たたただ、そそそののののの、時に周りとの状況のギャップが大きかったら、それはその人たちの えー、内容に追いつくためのまず努力とそれ以上にもしやんなきゃいけないという環境に自分を送って決めたんだったら、まあ、場合によっては人の2倍とか3倍とかあのしなきゃいけないことはあり得ますそれはそういう自分を過去の自分が作っちゃってるからしょうがないですよねその現代の基準に追いつかない自分を作っちゃっていたのも自分の責任だし 未来に向かって作りたい未来があって今の自分の基準値が追いつかないんだったらそこに合わせるための努力っていうのもしていかなくてはいけないただしこれは自分が選んだ場合です放棄するっていう自由も持ってるんですよやらないという自由です大概の人は夢を叶えたいからそのギャップがあるから頑張ることになっちゃうわけですよね 夢捨てればいいんですよそういうい人はそしたらだってもっと楽なとこの夢に下げとけばすぐに手に入るじゃないですか。でそこが叶った段階でもう一回この夢にしようかっていう形でもよくって不安になる落ち込む苦手だからどうしようと思うっていう人はあのやってみてから考えようよっていうのがまあ答えだし。 あと今の残念になっている状態とかを作っているのは自分の過去の自分だったんだっていうことは理解した方がいいっていうのがまあ私の答えなんですよ。じゃあそれを伝えた上でじゃで最後何を伝えるのかって言ったら人間の本当にに秘めた可能性なななんんてて誰にも否定でできいいっていうことなんですよ。つまり誰でも何者にでもなれるし誰でも何でもできるんです。 だからその可能性はもちろん私は信じてるし自分もそう信じて人間ににででききるることとは私にもできると思っってて基本やってますだから宇宙人とかがやってることはちょっと難しいよねってさすがに思いますけれども人間っていう人種である限りにおいてはできるただ目標値をどこに定めるかは自分が決めてもいいっていうことなのでそういう意味ではね自由なんですよ基本的に。 だから不安もいらないし苦手意識もいらなくってやると決めるだけの一択で、まあ、大概のことはどうにかできるっていうのが私の考え方です。でこれは別にあの同じように思えって言ってるわけじゃないんですよ。うまくいく人は割とみんなそういう考え方が多いっていうことです。やってみるとりあえずやってみる動いてみるっていうね、はい。いかない人は考えてみる動かない。 もうただそれだけの違いかなっていう,ふうに思ってます。はいということで、えー、と本日のまとめです、えー。不安です、苦手です、成人に送る言葉うまくいく人といかない人の違いからとはうまくいく人はいつでも行動してチャレンジできる人それは年齢も関係なく何歳からでもチャレンジができる人。そして その過去の自,分を作今の自分を作ったのが過去の自分だということを認めて未来に対して自分がどうしたいのかを決めるのも行くのもやめるのも決めることができる自由は自分が持っているということを考えた上でどういうふうに生きていきたいのかを選択していただければいいんじゃないのかなというふうに思いますので、はい、ぜひご参考にしてみてください。それでは